おさんいやあ、うまくまとめましたね。さすがです。まあ僕ね、中学校のクラブの時、オリンピックで金メダルとか、なんか、なんかこう、将来の夢とか,か、なんかこう、書いたりしてたんですけど、オリンピックで金メダルみたいなのも書いてましたし、やっぱり卓球に関しては他の競技はあんまり興味ないんですけど、やっぱり13年もやってるとね、13年もやってると <laughs>、 さすがにね、まあその、青春っていうか、ほとんど遊ばず、うーん、友達が遊んでいる時間、友達が勉強している時間、全部卓球やってたんで、まあ、それはちょっと、まあ、久保さんとはやっぱ見る目はちょっと違う部分はありますよね。ただ、僕も他の競技に関して、例えば、なんだろうなうん、カヌーとかね、なんか、うーん。 ボートレースとか、自転車とか、なんかその全く僕が、うん、興味ないやつはやっぱ見ないですし、うん、まあ、まあ、そんなもんでしょうね。ただ一つ言えることは、あのー、ビジネスとオリンピックって結構一緒だなと思うんですけど、まあ結果が全てなんですよ。結果が。うん。結果が全てで、あのやっぱ負けたらティ、うん、アップされないし、 買ったら t アップされるしっていう。ビジネスも、やっぱ、売り上げを出したら t アップされるし。例えば年賞何百億の社長ですっていうね。じゃあ年賞、年商30円のあ、30円だったら逆に、あれかもしれないですね。年賞30円の社長ですみたいなね。なんかファンキーですね。うん。まあビジネスは、あの売り上げを作っていく。しかも、 永続的に売り上げを作っていく、継続的に売り上げを作っていくっていうことが大事なので、あの、結果を出し続ける。だから、あなたの給料が発生し続ける理由は、あなたの会社がずっと利益を出し続けてるからですよ。だけど、赤字になったとしても、まあ、信用でね、銀行からその、え追加融資とか受けて、それで何とかやって、あの、給料払うとかやってる会社もありますけども、ん、そういうことやってるんですよ。 あなたの給料、あなたの会社から給料が発生し続ける理由は何かしら会社がずっと頑張っている。もちろんその会社を支えているのもあなたであるけれども、うん、売上げをね、会社が作らなければあなたの給料は発生しないわけですから。うん、だからまあ,あ、まあ手取り14万の話に戻すと、うん、手取り14万以上欲しかったら結果を出すしかないですね。 で、結果を出すっていうのは大変ですよ。その生半可じゃないです。だからもう、全神経注ぐというか、久保さんも3年で1億3000万みたいなね、なんかひと言葉で言ったらね、3年で1億3000万。なんかもう、5秒ぐらいの言葉かもしれないですけど、この5秒の言葉に、どれだけのね、ことをやってきたのかっていうね、それ相応のことやってますからね、泥臭いこと。でも多くの人はそれをやら,やらずに、なんか、あだこで言うわけですよ。 ねやりましょう。いや、やらないと、あの、やらずしてそこに行けないですからね。言葉では5秒だけど、やっていることは思うすごい重いし、やってる時間は相当ですよ。その何百倍、何千倍やってるわけですから。うん。だから楽に稼いでそうに見えて楽じゃないですよ。でも、もう今楽です。うん、だからう ある一定区間、めっちゃしんどい思いしてやるのか、それともずっと辛い思いして手取り14万なのか、どっちがいいですかと。もう,もう3年ぐらい、もう徹底的に辛い思いして、徹底的にやって、あのー、やればいいんじゃないかなと思います。うん。少なくてもそこは手取り14万から卒業できると思います。3年もちゃんとネットビジネスちゃんとやればね。うん。いってらっしゃい。